2024年4月16日、エマニュエル駐日米大使は愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場を訪問したよ。そこでアメリカのロッキード・マーティン社から、ライセンス認証を受けて製造している、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ファイティングファルコン2の組み立てラインを視察したぜ。今回はそんな日本での F-35 製造をアメリカのエマニュエル在日大使が視察した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、視察後には報道陣の取材に対して日本は F-35 の製造において最善の努力をしてくれていると評価した上で、日米両国の集団的な安全保障を強化するために、どのような形でライセンス供与ができるか、あるいは共同開発ができるか、しっかりと考えなければいけない時期であることを感じていると述べたよ。さらに、エマニュアル駐日大使は日本は F-35 の製造においてその製造コストを下げる努力の他に、品質を上げる努力をしているだけでなく、製造スケジュールを前倒しする努力をしているとして、F-35 を開発したのはアメリカの航空機メーカーだが、今は逆に日本における F-35 製造からコストダウンなどについては学んでいるところがあるとして、日本の三菱重工業の努力を称賛したんだ。日本政府は2011年12月に航空自衛隊の次期主力戦闘機として、アメリカ製のステルス戦闘機 F-35A 通常滑走型を採用して配備することを決めた際に三菱重工業が、F-35A の最終組み立て検査施設となることも決定され、米国外で製造が承認されているのは、日本とイタリアの2カ国のみだね。F-35 はロッキード・マーティン社を中心として世界9カ国の政府企業が共同開発する形をとっている、最新鋭ステルス戦闘機であるが、その製造についてはアメリカの他にはイタリアと日本の三菱重工業が担当していて、アメリカ国防総省の容認の下において日本では、愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場内に F-35 の機体の最終組み立て検査工場である、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトが設置されたぜ。日本の航空自衛隊が導入する F-35A については、アメリカ政府の有償軍事援助 FMS で完成機をアメリカから直接調達する4機を除いて、小牧南工場の FACO で組み立てられることになり、三菱重工業の FACO では海外で製造された F-35A の胴体部や主翼などのパーツを集約して、航空自衛隊向けの F-35A の最終組み立てと検査が行われているらしい。三菱重工業の森田明市議市長シニアフェローは、日本国内の FACO について非常に状態が良く、これまでのところスケジュール通りに高い品質で機体を完成させていると高く評価した上で、生産効率を上げることによって、我々に対する構造部位の納入時期が多少ずれたとしても、その遅れを吸収することができる能力を有しているということを明らかにしていて、FACO が効率よく運営されていることに自信を示しているよ。また、三菱重工業の FACO ではステルス性の維持やブラックボックスなど、本来であればロッキード・マーティン社のエンジニアしか触ることが許されない部分の、メンテナンス修理オーバーホールアップグレードが可能となる国際整備拠点である、MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードも設定されており、本国のアメリカや FACO 設備の利用できるイタリアに加えて南半球拠点となるオーストラリアなどの他に、アジアでは日本のみが承認されているに過ぎないんだよな。防衛省などの説明によれば、日本の MRO は航空自衛隊が導入する F-35 だけでなく、在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 を受け入れる予定で年間30機以上の重整備を受け持つことになるとされているが、これまで反日姿勢を強めてきた韓国は同国空軍の F-35 を日本で整備することを拒絶してきたんだ。そのため、韓国空軍の F-35 はメンテナンスを受けるにしても、輸送艦などに搭載してはるばるオーストラリアやアメリカ本国に運ばなくてはならないとされその動向が注目されてきたな。韓国空軍としては最も近い日本の MRO&U で重整備を受けるのが時間的にもコスト的にも、
理想であるにもかかわらず、自らの反日政策によって両国間の関係を悪化させてしまったために、これまで韓国は、日本以外の MRO&U で重整備を受けると繰り返し主張してきたんだけど、アメリカは日本で整備を実施することを韓国に求めており、その状況下において昨年韓国の国会議員が興味深い発言を発しているみたい。韓国の正義党に所属しているキム・ジョンデ議員は、アメリカが日本と日韓相互軍需支援協定 ACSA を締結して韓国に、日本の MRO&U を利用しろと圧力を加えているのは、アメリカ側が韓国と結んだ F-35 購入契約に盛り込まれた条件履行を求めているからだと指摘し、これは F-35A 導入交渉を担当した当時のパククネ政権が日豪の整備拠点利用に、言及した内容が含まれる技術統制及びオーバーホールに関する契約に署名したためで、アメリカ本国において整備を受けるという選択肢を消してしまったためだと主張したんだ。これについては、アメリカ側では MRO&U を設置した国が担当地域の重整備を行うことで、施設設置に投資した費用の一部を回収する仕組みとしているために、アジアに位置する韓国はアメリカではなく、その契約に従ってアジア太平洋地域の MRO&U である、日本の施設を利用することを主張していると見られているんだけど、キム議員は余計な時間や費用を負担してまでオーストラリアやアメリカ本国で整備を受けるのは、コスト面から見て現実的ではないとして日本で整備を受けるしかないと述べたよ。そしてそうなれば今度は技術的に日本へ従属することになるとも指摘して、それを防ぐために韓国も国内に F-35 の MRO&U を誘致すべきだと主張して、清須に配備された F-35A の整備を日本の先般企業に依頼しなければならない状況であることは屈辱でしかないとも述べて、清須に MRO&U を誘致することを国会で推進するべきであるとしたんだ。これについてはその後しばらく大きな動きはなかったものの、2024年になって韓国の防衛事業庁が F-35A の重整備についてアメリカ側と協議の結果、韓国国内で実施することを合意したと発表し、清須にある空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されることを明らかにし、フィンランドに続いて韓国も自国機向けの整備権限を取得した形となったな。2024年4月現在でも F-35 の整備が実施可能な MRO&U はアメリカ本国のフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の名古屋、オーストラリアのウィリアムズタウンの4カ所にしかなく、これまでに F-35 を導入した国の機体はそれらいずれかの MRO&U で重整備を行うこととされていたものの、導入した国の事情によって例外が認められるようになり、イスラエルに続きフィンランドが機体エンジンコンポーネントの整備や修理を自己完結できる運用体制の構築が認められていて、これらに続いて韓国も自国機向けの整備権限を取得した格好となったぜ。日本では F-35 の導入を進めている他に、2035年に退役が始まる F-2 戦闘機の後継として次期戦闘機の開発を進めているが、この開発については2022年になってイギリス及びイタリアとの3カ国間での共同開発となることが明らかになっているね。この次期戦闘機については、これまで戦闘機についてはアメリカ一辺倒であったものが、それ以外の国との共同開発となるだけでなく、日本がこの戦闘機の第三国への輸出に同意したことによって、アメリカの戦闘機売り込みに悪影響を与えることになりかねないとして日米関係の悪化を懸念することが多く上がっていたな。しかし、これについてイマニュエル駐日大使は、現在の世界情勢において、アメリカだけで西側の民主主義国すべてに防衛装備品を提供することは現実問題として難しいとした上で、その現実に我々は直面しており、アメリカだけでなく、日本も他人事ではないとして集団的な安全保障の一部として機能してほしいとして日本の動きを歓迎する意向を示したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。